皆さん、こんにちは。三笠宮智仁様の長女で、皇族最年長の秋子、女王、秋子様の著書、赤と青のガウンオックスフォード留学記も、ベストセラーで話題になっていますね。三笠宮家の秋子様、陽子様姉妹は、ご結婚されないことに様々な声があるようです。長女である秋子様は、独身皇族の最年長の42歳を迎えられました。なぜご結婚されないのでしょうか。その前に聡明な秋子様についてまとめました。秋子様はひげの殿下で親しまれていた三笠宮親王殿下の長女として誕生された女性皇族です。母親の信子様は麻生太郎副総裁の実妹なので、秋子様は麻生太郎氏の命にあたります。また金城陛下の鳩子にあたり、現在の皇室典範が制定されて以降初めての女性皇族、三笠宮親王殿下の長女、未婚の皇族女性では最年長、英国オックスフォード大学で博士号を取得された才女でもあります。三笠宮彬子様は皇族の中でも特に学術的な活動に力を入れておられます。イギリスのオックスフォード大学で6年間留学され、哲学の博士号を取得されました。海外の大学で博士号を取得したのは皇族の中でも秋篠宮文仁親王に続いて2番目であり、非常に珍しいことだったようです。秋子様の著書赤と青のガウンは10万部のベストセラーとなっています。2012年には自ら立ち上げた一般社団法人親友社の総裁に就任され、子供に日本文化を伝える活動にも携わられています。現在は京都産業大学や立命館大学などの大学で特別教授や客員教授、そしてご公務の活動をされている。三笠宮彬子様が結婚に至らなかった理由についてはいくつかの要素が考えられます。理由1、過去の交際相手彼氏。彬子様は過去に交際されていたお相手は研究員仲間の男性と噂されています。2004年からイギリスに留学されていた頃から研究員仲間との交際がささやかれていました。その研究員の男性とはイギリスでも京都でも肩を寄せ合って歩く姿や手つなぎデートが目撃されていたようです。しかしその関係は破局し、その男性はすでに別の女性と結婚しています。そのお相手が霊場キラーと言われていた男性で、評判はあまり良くなかったそうです。そのようなことで彬子様は男性への不信感が生まれたかもしれません。その後は彬子様は親友社の立ち上げやご公務と研究に邁進されています。理由に三笠宮家への思い、母との確執。彬子様は三笠宮家を守りたいという強い思いをお持ちで、そのために結婚に積極的でなかった可能性があります。亡き父の思いも強く、三笠宮家を継承するという覚悟をお持ちのようです。私が皇室を離れれば他の皇族の負担が増えてしまうというお気持ちもあるようです。また彬子様の母である信子様の間には大きな確執があるようです。理由3、京都にお住まい、生活の基盤がある。彬子様は現在京都の大学で活動が多いことから京都にお住まいを購入されました。京都で研究生活を始められた頃には皇室にご縁の深い寺院の庵にお住まいだったそうですが、数年前にマンション購入したようです。京都の購入したマンションは一等地の5000万円のマンションという報道があります。結婚しない理由に挙がっていた母である信子様との確執がより鮮明になったのが、2015年に週刊誌で取り上げられた内容。私も10年ほど母とは会っておりません。三笠宮彬子女王本人からこう聞いて、臨済宗相国寺派館長の有馬来帝氏は心の底から驚いたと言います。私は殿下とは非常に親しくしておりました。84年にはご夫妻で京都へ来ていただいたこともありますし、食事を一緒にしたこともありました。殿下はお酒が好きでしたから一緒に飲んだこともあります。こうしたご縁がございましたので、12年に66歳で殿下がお亡くなりになられてから、彬子様より京都の東山文化を研究したいとのお申し出があり、昨年まで銀閣寺の研修道場で美術研究員として勤務していただいたんです。その頃有馬氏が彬子女王に実母信子妃との関係を尋ねたところ、先ほどのように答えられたそうです。
この取材が明らかになった2015年、ヒゲの殿下として多くの国民に親しまれた三笠宮親王が逝去してから3年が経っていました。命日である6月6日には、天皇皇后以外の皇族専用の墓地、豊島岡墓地にて3年式年祭が執り行われたばかりにもかかわらず、三笠宮家に一体何が起きていたのでしょう。親王と信子妃が結婚したのは80年のこと。信子妃殿下は麻生太郎副総理の妹で、父親の高吉さんは麻生セメントの創業者、また母親の和子さんは吉田茂の三女という華麗なる一族の出身です。殿下は太郎さんと非常に親しく、よく酒を飲む仲だったといいます。殿下に妹の信子さんとの結婚を勧めたのも太郎さんです。殿下は何度も信子さんにプロポーズをしたのですが、その度に和子さんが、娘には心身に障害がございますから妃殿下はとても務まりませんと断られたそうです。最初のプロポーズから7年後、親王はようやく信子妃の両親を説得し、2人は結ばれます。翌81年に秋子女王が、その2年後に陽子女王が誕生。親王は皇籍離脱発言などで物議を醸しつつも、皇族としてスポーツ振興や障害者福祉の分野で活発な活動を続けました。多くの国民の目には、三笠宮家は愛情にあふれた幸せな家庭そのものに見えたはず。ところが90年、一家に試練が訪れます。親王が食道癌に侵されたのです。癌は一度ならず、次々と転移し、その度に手術を受けた。親王の知人は、手術は全て成功したものの、食が細くなって、1回の食事の量を減らす反面、回数を倍の6回に増やさなくてはいけなくなりました。殿下から直接聞きましたが、当時、信子妃殿下がその食事の用意をして看病するなど、非常に信子には感謝していると、しみじみと言っておられたんですよね。ところが、3年になって8年ぶりに癌が再発した頃から、信子妃殿下の姿を殿下の周辺でぱったり見かけなくなりました。そして翌4年7月に信子妃殿下は軽井沢の別荘に移ってしまわれたんです。それ以降、殿下がお亡くなりになるまで2人は別居したままでした。表向きは信子妃の体調不良が別居の理由と説明されましたが、関係者の間では2つの説がまことしやかに流布。1つは、後年アルコール依存症を告白した親王には酒乱の気があり、信子妃が暴力から逃れるために避難したというもの。もう一つは、心身のバランスを欠いた信子妃を家から遠ざけるために親王が幽閉したという説。いずれにしても、殿下は一時期真剣に離婚を考え、信子妃殿下の親戚降下まで考えていました。そして娘2人は父親側についたんです。以後、娘と母は10年間対立したままです。皇族も人間、夫婦の間には人には言えない軋轢もあるのでしょう。長年仲睦まじかった夫婦の関係に亀裂が入ることも世間ではよくあることけれど、病身の夫とも別居し、娘とも顔も合わせないほど疎遠になるとは穏やかではないでしょう。その背景に、信子妃による2人の娘に対する精神的虐待があったと報じた情報誌インサイドラインが関係者の注目を集めました。その内容というのは、暴力は伴わないものの、娘たちを立たせたまま数時間も説教したりするなど、母親としてのしつけ教育を逸脱した精神的虐待を日常的に繰り返していた。二人の女王殿下が成人後に初めて父親に打ち明けて知ったことだったという。陽子女王が成人したのは3年10月、親王と信子妃の別居が始まった時期とも符合します。娘からの告白を聞いて、親王は信子妃の親戚降下を考え始めたといいますが、二人の離婚が認められることはありませんでした。こうした家庭環境から逃れようと思ったのも一因となったのか、秋子女王は4年9月から英オックスフォード大学に5年間留学し、博士号専門は日本美術を取得。女性皇族として初となる快挙でした。2015年1月に秋子女王は留学期、
赤と青のガウン子出版、ユーモアたっぷりに留学生活を綴った同書には、かつて同じオックスフォード大学に2年間留学した父新郎の思い出が随所に登場。けれど不自然なくらいに母信子妃についての言及がないのです。また同書にはこんな記述も。2006年の後半は研究活動と論文執筆が思うようにいかず、家庭内の問題も重なって精神的にかなり参っていた。夜眠れないことや何でもない時にポロポロと涙が出てしまったりすることもあった。2015年、新郎の逝去から丸3年を機に雑誌正論に掲載されたインタビューでも母親については全く触れられていません。家庭内の問題から母親をいないものとする秋子女王の強い決意が見えます。その反面、新郎が携わってきた活動を姉妹2人で分担するなど、娘たちは父の意思を引き継ぎ、皇族として三笠宮家の一員として奮闘してきました。一方の信子妃は新郎の逝去後も赤坂御用地内にある三笠宮家の住居東邸には戻らず、娘たちと別居したまま千鳥ヶ淵の近くにある旧宮内庁長官公邸に次女長一人を従えて暮らします。新郎の逝去時には娘たちに拒まれて最後の別れをすることもかなわず、葬儀の際も喪主の立場を秋子女王に譲り、別居以降公の場に姿を現すことはありませんでした。けれど近年、信子妃は精力的な活動を再開。殿下が亡くなられて1年後の13年6月、突然信子妃殿下の名前で宮内庁記者会にファックスで、復興支援などに尽力させていただきたく存じますと記された手紙が届いたんです。それまで療養中ということでしたから、みんな驚きましたよ。実際その年の11月には福島県の被災地を訪れ、仮設住宅では被災者に声もおかけになっていました。8年間も家族と別居して病気療養されていたとは想像もできないお姿でしたね。信子妃は新年一般参賀にも19年ぶりに参加し、娘秋子女王の横で手を振りました。他にも赤坂御苑の園遊会にも参加、6月に入ってからも精力的に公務をこなされています。そのため娘たちと同じ場所にいる機会も増えました。けれど母と娘が言葉を交わすどころか目を合わせる場面さえ目撃した人間はいません。現在祖母高仁親王妃百合子様が三笠宮家の当主ですが、次期当主は信子様になるようです。しかし秋子女王様は将来的に信子様が当主になることを阻止したいから独身でいるとも言われています。そのため秋子様はご自身が三笠宮家を守るという気持ちがとても強いようです。そんな秋子様は2013年にインドから帰国した天皇皇后両陛下を羽田空港で出迎えた際、突然意識が薄らぎ倒れられたことがありました。隣にいた高円宮久子様が同行し、東京新宿区の病院に入院され、その後無事が確認されました。疲れなどから血圧が下がったことが原因とみられました。そして妹の陽子様も腹痛を訴え、未明に同じ病院に搬送、胃腸炎とされましたが、もしかしたら母である信子様との確執がストレスとなり限界を迎えてしまったのではないかとも噂されました。秋子様は三笠宮家の長女で家を守るという強いお気持ちや、現在京都での生活が充実しているため結婚が遠のいているようです。一番の年長者ということで責任感もお強いのかと思います。責任感が強いからこそ信子様との溝も深くなる一方なのかもしれません。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。